タクイスターゲット、パーフェクトローラー、あなたに向いているのはどっちみなさん、こんにちは。レックス日講師の根本です。私が夏から担当する中上級講座に2タイプあります。タクイスターゲット、そしてもう1個はパーフェクトローラー、それぞれどういう特徴があり、そしてあなたにはどちらが向いているのか、それを説明していこうと思います。まず、私のこの講座、2つありますが、 端的に違いを言うと、ここになります。確率ターゲットは、問題を解いて、その解いたことによって、覚えていく。パーフェトローラコーダは、図表がいっぱいあります。で、この図表を使って、図表を隠す。見えないようにして隠す。で、隠して丸抜を宣言していく。結論を宣言していく。 図表を隠して宣言する図表で覚えるのがパーフェクトローラーです大きく言うと違いはここにありますそして得点別の方では卓越ターゲットの方は普段の模試当練なので20問いっていれば難なくついていけると思いますパーフェクトローラーの方については普段の当練模試なのでは20点の前半台 まあ24、二十四、二十五、二十三でもいくな。ぐらいあれば、ついてこれると思います。では、タイプ別に、どっちの講座がいいのか、を、お勧めしていこうと思います。まずは、冒頭のところです。もう、とにかく、読むのが嫌だと。もう、やる気も起きないと。読むってことにね、抵抗を感じる方。もう、その方には、もう、絶対、タクイサーゲットです。 問題を解くってこと、これはできると思うんです。で解いて丸バツを見る。で丸バツで間違えたら右のページの表を見ると、問題をきっかけにして学習が始められます。なんで学習の始めるねきっかけこれがしやすいんですよ。一方いや自分は普通に頭から読んでいけますよとという方これはもうどちらでも選べるという状況だと思います。 では次ですが、本試験の結果、もうとにかくまあ、ダブル A もそこそこやってるし、もう B もやってるけど、それでも A がとにかくや,やられてると。もちろん B もありますけどね、もう A のミスがとにかく多いという方は、択一ターゲットをお勧めします。一方、ちょっとこれ、あと一歩、二択、二択に迫られる問題。A の中でもね、正答率が60%前半。 そして B、40%以上のもの。そういうところが多くやられてしまったという方。その方には、卓越ターゲットもそうですが、パーフェクトローラーの方、こちらを強く進めたいと思います。両方の講座では A の方はやります。で、B についてですが、B の方は、パーフェクトローラーの方はかなり B、手広くやります。卓越ターゲットの方では B、 は、レジュメには入れているんですが、ちょっとここは、学習の進路に応じて、やる、やらないは決めてと。問題もあるし、表もあるけど、やる、やらないは決めてくださいと。今ね、時間がないんだったら、にしてくださいねと。という形で、B、全般にはレジュメはありますが、説明をしていないというところもあります。じゃあ次。卓スターゲット。ここ、特におすすめしたい方。それはこんなタイプの方です。 まず20問前半部分からもう点が全く伸びないえそういう方1回ターゲットの問題絞った問題を繰り返すことによってそこの壁を破ろう。2インプットばっかりアウトプットばっかりやってしまうと夏からしばらくはずっとインプットに読み込み読み込み読み読み読みすると。 で、4月ぐらいになって、ああ、全然演習してないってなって、4月から終わって演習、演習、演習って間に合わないで、夏になるとまたインプット、インプット、インプット。同じじゃないかと。時期に応じて、インプットばっかり、アウトプットばっかりやってしまう。どうしてもうまくバランスが取れない。という方は、この拓印ターゲットをお勧めします。インとアウトが見開きになってます。一気にできます。 3問題の解説を読んでしまう方こちらどうしてもね問題見た時にね過去問でもそうですけど丸×をつける後ろの解説をどうしてもじっくり読んじゃうでその結果解く問題数が減ってしまうタ,クスターゲットは解説がありませんもちろん左の問題があって右のページにはその知識知識が載ってます 知識は載ってますが、文章になってません。素早く確認ができます。問題の解説を読んでしまって、どうしても時間を問われている方、おすすめします。一方、パーフトローラー講座、これをお勧めしたい方。アウトプットをやっていれば、ある程度まで伸びます。そして、 その伸びた、ね、もう反動でポーンとね合格点まで行く人っていうのは一定数いますでも一定数の方はアウトプットやっても途中で止まりますでその先行ってどうしても解かない読まないとね覚えないといかないんですよでこれはご自身がどっちのタイプかは分かっている方あ俺アウトプットばっかりやって伸びてるぞ どんどん今伸びていくからそれでいこうとっていう人もいれば近年アウトプットばっかりで伸びはどうしても低いとっていうのを分かっている人もいると思うんですそういう方はついパーフェクトローラーの方をお勧めしますまた2基準点スキンから点数が伸び悩んでる方こう思ってませんか基本だけやれば合格点に行くっていう 青い鳥がいると思ってませんか知識量の試験です覚えてる人間には勝てないんです基礎ばっかりやったって本試験の問題解けないんですよ知らなければ解けないんですあ解く方法あるよ勘という方法ね勘に頼りたくないでしょってことで 基準点付近から点数を伸ばすには知識量を増やすしかないんですそして3番暗記学習をしてこなかった方頭打ちになる理由の一つが暗記量です言われて言える甘いんですよ暗記っていうのを知るには勝てません理解中心だとブレます 時間が取られます。今年の午後、それでできるんでしょうか暗記をしていれば、ブレません。素早く出ます。ある程度のところから突破する方法の一つは、暗記だと思ってます。このパーフェクトローラー講座、至るところで、これは暗記して、これは暗記してと、ということをレジュメにしっかり計算してます。そういったところは、 図表を隠して宣言するそういう作業をこまめにやっていってくださいただこうは言ってもやっぱり自分で講義聞くのが一番だと思うんです昨年一昨年の講義にはなりますがこちら会社法1回目について受講ができますぜひそちらを聞いてご自身に会った方 ご自身がこれだと思う方それを選んでくださいこちらの動画の方は以上です最後までご視聴ありがとうございました